そう、コンバインの中に巻き込んじゃって、あ、稲刈りできなくなっちゃって。なので、先に大人の方は家切ってください。とりあえず最初に1本植えたやつが、こんな感じでこんだけの太さになるんですよ。こうやって、この下をこう。で、使い長さになるんで、若い長さで取ってください。おお、すごい。開いちゃってるから、これ種落ちちゃってる。あ、これ細かいの全部種だ。これは全部種なんだ。これ落ちると来年も家が出てきます。